ジグリ水力発電所の洪水時の放流ジグリ水力発電所ダム湖の上をロシア連邦道路 M5 が通るジグリ水力発電所はロシアサマラ州にあるルスギドロの水力発電所であるサマラ州の州とサマラ近くにありサマラは建設当時クイビシェフという名称であったのでこの発電所もクイビシェフ水力発電所と呼ばれていたジグリ水力発電所は ボルガ川中流がトリアッチの町を過ぎて、ジグリ山海に突き当たり、サマラ曲がりに入って、すぐのジグリオオフスクにあるアースフィルダムでせき止めたクイビシェフダム湖を利用している。1950年から1957年に建設されて、完成当時は世界有数の水力発電所であった。アースフィルダムは、長さ2800メートル、幅750メートル、 高さ52メートルで、コンクリート製放流ダムは、長さ980メートル、発電設備建屋は、長さ700メートルである。発電能力は2372.5メガワットで、平均年間出力は 11700GWH である。発電建屋には、カプランタービン20機があり、115メガワットのが11機、120メガワットのが4機、 125.5メガワットのが動きで、ヘッドはすべて22.5メートルである。ジグリ水力発電所のダムには、船舶航行用の肛門が2段あり、上り下り各1水路ずつがある。クイビシェフ水力発電所の計画と完成は、ソビエト祖国の一大刑事だったので、この発電所の絵柄の郵便切手がいくつか発行された。ありがとうございます。